はいどうも、浅井丸です。本日なんですけれども、山梨にありますフルーツ公園というところに来ております。このフルーツ公園なんですけれども、かなり山の、中腹に位置しているので見晴らしのいい公園になっております。でこの公園がですね、かなりの、夜景スポットということで、ちょっとカメラを持ってきたので、いろんなところからですね、山梨の甲府盆地の夜景を撮ってですね、どこが綺麗に撮れるのかっていうのを、見つけていきたいなと思います。では行ってきます。はい、ということで写真の方撮ってきました。やはり高低差のある公園なんで、高いところからの方が、夜景は綺麗に見えるかなという印象を持ちました。でその中でもなんですけど、上の方に山梨フルーツ温泉ブクブクという場所があるんですけれども、そこの入り口の横にですね、ちょっとしたスペースがあるんですけど、そこから見る夜景はかなり綺麗でした。写真とか撮るときは目の前に、なるべく障害物がない方が、もちろん見晴らしのいい写真は撮れるんですけど、逆に木とかがあっても、味のある写真が撮れるんじゃないかなって思いました。でまたですね、公園の中心にそのガラスのドームみたいなのがあるんですけど、そういうところで写真を撮ってもなかなかおしゃれな写真が撮れるんじゃないかなと思います。ということで、フルーツ公園一応日本新三大夜景に選ばれてるんですけれども、ぜひですね、本当に綺麗な夜景が見えるので来てほしいと思います。ということで今回の動画はこれで終わりになります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとですね、インスタグラム、ツイッターもやっているので、動画の概要欄にリンクがあるので、ぜひチェックとフォローよろしくお願いします。ということで以上、浅井丸でした。また次回の動画でお会いしましょう。